ここは日本の首都、東京。謎の男ファントムは、封印された自らの強大な力を取り戻すべく暗躍していた。彼は特殊な力を持つ若者に FA という武具を与え、戦いに勝てば望みを叶えるという還元で戦いへと誘っていた。なぜなら、FA の激しいぶつかり合いは時空の歪みを起こし、この世界とは別の世界へと通じる亀裂を生じさせる。その亀裂が、やがては彼の力の封印を破ることとなるからだ。ファントムに対抗するハジャの一族であるクモン家の娘、ワカと、協力を申し出たミコトは、この陰謀を止めようとするが、あと一歩のところで逃げられてしまう。その時、若の妹であるナギがファントムに連れ去られてしまったのだ。正義の味方を志すメイド、イツキとファントムの誘惑から逃れた忍者、ユズハも合流し、4人の少女はナギを救うべく、ファントムの追跡を開始したのであった。逃げられちゃいましたね。ナギさんも心配です。あら、変な仮面。あからさまにやられ役みたいなあなた方はもしや。ファントムさんの戦闘員ですね。戦闘員をやっつければ幹部が登場するかもしれません。いえ、そのはず。戦うメイドさん、クラッシャーイツキ、正義のために参ります。
Cool.
ふふ、来たか。あ、M さんでしたっけ。ファントムに力を与えてもらったくせに、やけにあっさりと寝返ったな。若さんに伺いました。ファントムさんは悪い人で、デュエルは良くないことだって。その証拠に、あなた方はナギさんを誘拐しました。どちらが正しいかは自明の理。それに、正義の味方は悪の組織を裏切るものです。おのれー、ファントム、許さんですわ。ふ裏切りは別に構わん。おかげでお前をぶっ壊すことができるんだからな。降参ですか？それなら、ナギさんの居場所を教えてください。降参だと？まさか。だが、そんなに会いたいのなら。あの娘のいる悪夢の世界へと連れて行ってやろう。悪夢の世界？そうだ。だが、その前にお前の力はいただくぞ。これは？どうしたんでしょう。力が入りませんわ。じゃあな。